本日はアーツ室内オーケストラスペシャルライブ港の夕景と音楽の共演にご来場くださり誠にありがとうございます。さあカーテンも開きまして、これからだんだんと夕景も皆様一緒にご堪能いただければと思います。本日のコンサートナビゲーターは声優、女優、番組ナレーションなど多岐にわたってご活躍中の小林青蘭さんです。どうぞ拍手でお迎えください。青蘭さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はご来場ありがとうございます。小林青蘭です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、青蘭さんといえば2009年カルピスの CM で芸能界デビューされましたが、はい、その時は何歳でしたか？その時が4歳だったんですけれども、うん、今19歳になりました。もう大学1年生ですね。はい、そうですね、大学生になりまして、はい、今年はバタバタと楽しみながらお勉強しております。はい、よくインスタでダンスをしてるのを見てたりするんですけどありがとうございます。最近ハマってることとか何かありますか？そうですね、ダンスも趣味なんですけど、はい、大学で言葉の勉強を始めて外国語を学び始めたんですけど、まさかこの年になって、今まで勉強があまり得意ではなかったんですけど、勉強が趣味になってきました。すごいいいですね。はい、そうなんです。自分でもいい趣味だなと思ってます最近。それは絶対頑張ってくださいね。はい、今後も頑張りたいと思います。青蘭さんといえばもう毎年ここでね一緒に司会させてもらってるんですけれども、はい、今日も素敵な演奏会楽しみですね。もう待ちに待っておりました。本当に楽しみにしておりました。はい、ここ大桟橋ホールでのアーツ室内オーケストラのコンサートなんですけれども、今年も演奏とても楽しみにしております。はい、先ほどお昼にはですね、0歳からのコンサートということで小さなお子様もいらっしゃる、たくさんいらっしゃるコンサートがあったんですけれども、はい、そちらも大変盛り上がりまして、ね、とても楽しかったですね。赤ちゃんの泣き声とともに演奏会が行われていました。新鮮でした。はい、そしてここからはですね、毎年夕方から夜にかけてのこちらの後ろの景色が本当に綺麗なんですよね。そうですね、贅沢な祝福のひとときを皆様ぜひゆったりとお付き合いください。よろしくお願いいたします。お願いいたします。それでは指揮者の高橋宗義さん、アーツ室内オーケストラの皆さん、本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。それではアーツ室内オーケストラスペシャルライブの開演です。
Thank you.
それでは小林美恵さん、よろしくお願いします。コンサートミストレス小林美恵さんです。よろしくお願いいたします。指揮は引き続き高橋宗義さんです。よろしくお願いいたします。
貴重なバイオリンですよね。なんか引き込まれるようにずっと聴き入ってしまいました。そうですよね。私もずっともう後ろでまばたきも呼吸も忘れるぐらい釘付けになってしまって、こんなに素敵な演奏をこんな近場で聴けるなんていい経験ができました。本当に嬉しいです。素晴らしかったです。ありがとうございます。心配してた船の汽笛なかったですね。もう少しで来るんですかね。ちょっと遅れてるのかもしれないんですけれども、で運が良ければ船のこの行き交う様子もご覧になれるんじゃないかなと思いますけれども、よろしければ後ろの景色もたまに見つつ音楽も一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、それではプログラム最後の曲に参りたいと思います。チャイコフスキー作曲弦楽セレナーデです。この曲は第1楽章から第4楽章までおよそ30分にわたる大曲です。その中で叙情的なメロディー、透明感のある美しさ、優雅なワルツ、堂々としている曲奏からチャイコフスキーの壮大さを感じることができると思います。それではお聴きいただきましょう。
Thank you.
指揮者の高橋宗義さん、アーツ室内オーケストラの皆様、素晴らしい演奏ありがとうございました。ありがとうございました。透明感ある美しさ、重厚感ある響き、とても素晴らしかったですね。はい、ありがとうございました。さあ、会場の皆様からすごくたくさんの拍手をいただきまして、はい、温かい大きな拍手をいただきました、はい、なんだかこれで帰りたくないですよね。私ももう少しだけ、はい、もう少しだけこのオーケストラの音色に浸っていたいんですけれども、よろしければアンコールをお願いしてもよろしいでしょうか。ぜひお願いいたします。お願いいたします。Thank you.
ありがとうございます。ただいまございました。ディズニー映画ピノキオより星に願いをでした。ご来場の皆様、演奏者の皆様、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。指揮高橋宗義さん、コンサートミストレス小林美恵さん、アーツ室内オーケストラの皆様でした。もう一度大きな拍手をお送りください。本日は一部二部にわたって演奏していただきました。誠にありがとうございました。ありがとうございました。残念ですが、以上をもちまして本日の公演を終了とさせていただきます。ご来場いただきました皆様も本当にありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日はアーツ室内オーケストラスペシャルライブ港の夕景と音楽の共演にご来場くださり誠にありがとうございました。主催は公益財団法人架橋芸術文化振興財団でした。それでは皆様、どうぞお気をつけて後方の方からお進みください。どうもありがとうございました。ありがとうございます。またお会いできる日楽しみにしております。そうですね、はい、またぜひお会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様、どうぞお忘れ物などなさいませんようにお足元にお気をつけてお進みください。ありがとうございました。